皆さんこんにちは、松田恵美です。おっぱい Vlog おっぱい Vlog ね始まりました。何回かねこちらでも、乳がんの経緯についてや、術後のお話なんかもさせていただいてますが、今日は入院前日のことを思い出して話してみようかなと思います。入院前日、手術する前日に入院するんですけれども、自分でスーツケースを持ってこう入院するわけですが、そこで病院のパジャマに着替えて、いろいろね検査があります。でその一つに、これちょっと名前が言いづらいからちょっと携帯見ながら言いたいと思うんですが、あれどこ行っちゃった？センチネルリンパ節生検っていう、センチネルリンパっていう検査が確かあったんですけど、これ本当に私間違えたらすいません、本当にね。だけど前日にはそういう風に検査があって、これはどういった検査かっていうと、リンパまでね乳がんのがんがこう飛んでないかの検査で、だいぶ昔は全部ここのリンパを早期であっても取ってたらしいんですよね。なので、手がすごいむくんでしまったりとかってあったんですけど、最近はここ多分十数年ですかねは、そこまで飛んでない人はリンパ切除もなく、検査で 1,2 本ちょっとチェックするぐらいで、済むようになって、その検査を前日にしたんですけど、これがねすっごい痛いんですよ。針刺すのはね、中には手術より痛かったっていう人もいて、でももちろん手術ってよく考えたら痛くないわけですよ、寝てるから。でよく乳がんになって、私も今回自家組織の手術をまたするにあたって、手術ってやだな、怖いなって思うじゃないですか。でもこれ実際は手術してる人は寝てるので全然感じないわけですよ。だから手術するときは本人よりも身内の人の方が大変ですよね。あれ必ずね手術するときっていうのは身内また家族の方が一人は、手術中何かあったらいけないので待ってなくちゃいけないんですよ、その数時間を。だから待ってる家族の方が多分そわそわしたり、ちょっとでも長くなったら何かあったのかなって思ったりとか、大変なんじゃないかなと。本人はもう本当に手術します、数数えてください、1区みたいな感じで、寝ちゃうのでね、そんなに感じないですけど。だからここまで乳がんのね経緯のお話をして、ちょっともしかしたらそのちょっとセンチネルリンパのもそうですし、いろいろちょっと名前を間違ってる可能性があるので、ちょっとそこは参考にしないでもらってですけど、いろんな検査があって、今思えばその検査の方が意外と痛いで、これはねほらがんじゃない人でもがんの疑いがある人は検査するじゃないですか、子宮なんかもそうですけど、意外とそういう検査の方が痛いことが多いのかなっていうふうに思うし、もし今これ見てる方でね乳がんですって告知受けてる方、言われてる方もいるかもしれないですけど、実際はね手術は寝てて本人は痛くないので、術後はね確かに痛いこともあるんですけど、今は薬とかいろいろありますからそんなに、心配しすぎないで、いたらいいのかなというふうに思います。ということで今日は入院前日のお話でした。また何か思い出したらまたちょっと、思い返してね、次のブログでもお話ししたいなと思います。では松田恵美でした。